まあ、そもそも人狼殺人は必要ないからね。狼の推理ゲームにそれは必要ないからね、全然、まあ、私もキャラクターとして女性大好き、キャラクターであっ役て、職をお別選に、びください。キャラクターだからね。選択しなまあ、いヒロ場ジャ合、ンという一応、そ余の、っている役キ職ャラクはター上でやってるランだけダのムで話で振りす分けから。られます。これあ別なたにのね、役皆職さん、はもういろんなぬプレイらヤー、りと私反省会だでよす。ね。絡まないんで、全夜が更けまし然。だからた。ゲーム内でしかやってないからね。人狼に気まあ、あをれがつ通けっててるく感だじです。さい。あれもうゲーム外でこう反省会とかでね、電話番号聞いたりとか、そんなことばっかりしてたら僕はね、本当にやばいプレイヤーだと思われてるけど、反省会では本当にあまり触れないからね。キャラクターの一種としてね。あとはもう占い先分かんなくなったらもう女性に打つとかもめんどくさい夜から。が明けました。もう、昨夜は誰も死に村だまとせしんてでも打しつった。ていうことも発あるし、言ターン3めん番どくさいの時プが、レイヤーが発言しま占す。い先がめんどくさいい時やが。発言します。トップ高い。ああ、どうしようかな。どうしよう。じゃあ、進行だけでも言っとこうか。2番目だったら、例のローラ。3、4、5番だったら、とか、兵糧を見ていくと。というのは、2、1、2だった場合は、占いやるち。あとはなんだ？ 1、1番目、または2、1番目の場合は、グレーから。全然スラトがそういうの全部俺は受け入れる。そっから紐派です。思考開示は。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。ちょっとチャットおかしかったんで、助けてきます。3については、全プレイの話しかしてないから、印象悪い位置に置いとこうかな。2周目、まあ、もちろん、点差伸びる位置ではないと思うんだけど、3、4の、4のね。準備しなさすぎて、俺よりもひどいな。で、俺はね、どちらかというとちょっと会話形式にはしたいなと思ってるから、質問はしたいと思ってるし、その質問の返答が、なるべくみんなにはしっかり返してもらいたいと思ってる。で、それが、不当だなと思えば俺は黒く見たいと思ってるから、みんな、それぞれ質問の返答がおかしいな、この人っていうのを、もう黒く見るっていう目線はいいんじゃないかな。だから、俺も質問されたら、真意に答えたいなと思ってるな。それで何が分かるかって言ったらあれなんだけど、はい。5番のプレイヤーが発言します。ございます。こんにちは。今回、村人陣営担当させていただくことになりました。5番、オファコウワケと申します。どうぞよろしくお願いいたします。3番さんに関しては、22とかなんとかかんとかって言ってて、あんまりよく何を言いたいのかがストレートに入ってこなかったですって感じかな。3と4比べたら4番さんの方が印象良くて、4番さんいろいろ言ってたけど、私はおかしいところはまずおかしいって言います。おかしいって言ったところは、言われたら何で言われたのかなって1回飲み込んでからお話返してほしいなって思ってる派ですって感じ。なんか頭ごなしに言われたから言い返すだけじゃ議論が発展しないし、そこだけお話ししても何もならないと思ってますって感じです。一生懸命頑張りたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。6番さんどうぞ。6番のプレイヤーが発言します。どうなんでしょうね。5番さんで話し合いたいってことなのか。4番さん。それは確かに3番って印象悪いよね。3番は挽回するしかないんじゃない？進行論か。その占いの盤面ごとのどういくかっていうことしか話してないから、話してないに等しいから印象悪くなっちゃうよね。まあ、だから4項は、4項も進行論だけだから分かんないんだよ、実は。本当は3、4項って分かんないんだけど、4項の方がなんか印象は良くなっちゃうよね、相対的に。ただ分からないから別に3、4、5ってまだ3番は挽回できるから。だって、3、4、5に特段ね、黒いかって言われると印象悪いの世界だから。だから2周目聞きたいですね。村を残して狼釣りたいですね。SG1 の村人残して悪路釣りたいですね。役使いしたり、アーマーとか、スラとか。
炙る行為やめましょう。柱も以上です。はい。7番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。三度の飯より女好き、どうも7番シンプルにクズです。よろしくお願いします。霊能者です。よろしくお願いします。対抗出た場合のみ、思考解除しようかなと思ってます。対抗がいないときは思考解除はしなく精査だけ落とします。で、占いが何種類になるか分かりませんが、気になる要素があればその占い師に対して問います。現状4番がめちゃくちゃいいなって思ってて、5より4の方がいいっていうのが、4番さんのその話っていうのが自分の視点、仮想人物なんですよね。多分気になったところ質問して、その問いが真っ当であればその人を無駄視していくっていう思考で、多分4番の視点を貸すんじゃないかなって。俺も多分そのやり方するんやけど、自分の視点を貸してその人の精査、その人の視点を見るっていう思考やから、4番ってめちゃくちゃいいなって思ってて、3番の人形の話は意味ないから、ただ要素、拾えた要素としてこの人霊能ローラーつってるから、3番の教否定でいいんじゃないかな。8番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営でした。7番さんが例の把握しました、まあ、3番に関しては、まあ、これは進行論の中、まあ、発言をしっかり聞かないとわからないが、3番の発言の中で、まあ、占い3しようとか212番面、こういうのを追ってるところからあんまり3番が強靭に見えないな。だから7番の3番は、まあ、強靭はないんじゃないか。それに関しては良かったなというぐらい、まあ、4番に関しては普通に印象が良かった。4番の話の中から、まあまあ、質問を投げかける。ただね、逆に考えたとき、まあ、これ進行論やし誰でも言えると思ってるから、まあ、2週目の議論を聞かないとわからないが、4番のその発言自体は良かったと思っているが、そこで質問を投げかけたときに、いや、この人おかしくないですかって言って、その人のことを黒塗りする準備とも考えられるから、だから1週目の進行論は良かったが、2週目以降、その質問内容、質問返されたときの返答とかで4番はわかるかなというぐらいですね。5番に関しては4番に対しての精査良かった。まあまあそれで向きにならずにしっかり答えていこうみたいな発言ですよね。まあ6番に関しては2周目、はい、9番のプレイヤーが発言します。占い喉詰まっちゃった。占い8番しろ。7番さんの考察良かったなと思ったのと、3番さんね、強靭ないのかなって思う視点がね、良かったです。はい、自分と全く一緒。4番さんに関しても印象が良かったと思っていて、5、6に関しては色が落ちない位置かなと思っていましたね。で、グレに関しては、ちょっと発言の材料が少なすぎたので、色があまり落としきれないので、2週目に発言を伸ばしたいかなと思っていて、で、実心から、そうですね、まあ仮に、なんか平和になりそうなんだけど、仮に対抗が出た場合っていうのは、対抗の色、グレーの、グレー1に2郎がいるかどうかで、対抗に関しては判断していこうかなと思っていますね。あと、騎士についてですが、それは自分が出てほしいと思ったタイミングで言います、僕は。そのタイプです。はい、8番さん白です。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。はい、7番さん霊能で、9番さんが8白ということですね。はい、3番さんから始まって、3番さん4番さん確かに進行論でしたね。ただ5番さんって4番さんに対して精査されてたんですよ。なぜ6番さん3、4号進行論って言ったんでしょうね。5番さんちゃんとね、4番さん精査されてたはずなんです。はい。なぜ6番さん、5番さんまで進行論でまとめてくくっちゃったのかなと思って。はい。3番さん、4番さんって2周目の位置だと思うんですね。うん。ですので、現状、うん、今のところ6番さんかな。まあ、2番さんの発言聞いてないんで何とも言えないですけども。はい。で、9番さんが平和村かな。対抗でできたらまあ考えるっておっしゃってたんで、まだ今のとこ何とも言いません。また、まあ2番さんの次第なんですけど、はい。2番のプレイヤーが発言します。はい、どうも。なんか9番さんがね、騎士は僕が出てって言ってたけど、僕もう出ちゃいます。僕騎士です。で、僕グレー考察ね、今回はやめときます。ですので、僕から乗っ取れると思う人はね、対抗出てください。よろしくお願いします。もしてたとき、とっておきの秘訣持ってるんで。はい、騎士使用します。はい、対抗出れるなら出てください。簡単に乗っ取れますよね。はい、お願いしますね。騎士です。3番のプレイヤーが発言します。発言します。はい、
普通トップバッターね、占い師じゃないのに口論なんか述べないっすよ。あ、俺が占い師だからですよ。一白を分けた。今日はおそらく、どっちかな。どっちかって考えてんだけど、キュンかな。なぜば、7が1枚で確定していた。だから二郎潜伏戦はな、俺は。グレーどっからともう一周しか聞けてないしな。で、2の対抗ね。いいね。確定ね。じゃあ2番がグレーでここを決める。もしくは何さんが提示してみたいところ。こっからかな。一周聞いてで俺は今んとこ旧強人7が痛いであることだ。旧強人。そして二老息。俺的にはグレーがすごい広いし、俺があの状態、占い師っていうのが好きない時点で、って言ってるんだけど、普通進行欄っていうのは占い師が言うもんだっていう、俺が突っ込まれるかなって思ってなかったね。だから、4、5、6、歯もそう、片白だけど、俺が分かるのが、1と2、7がもう味方っていうことだけ。1が強人戦取ってない、9が金戦、二郎潜伏と思っておる。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。タープです。騎士出ちゃったことはいいと思ってて、3番さんスタートが悪いプラス潜伏でその精査されるといまいちピンとこない。9が強靭で4、5、6の二郎戦、根拠が少なからず3から拾えたら3のいいなって思う部分があるんだけど、今のとこなかった。多分2も、9でもう死んでしょって決めてて出たと思ってるから、ほぼ捨ての3番さん出たのかなと思って。出るしかないな。でね、5番さんに質問を一つすると、まあ結局質問したら、ちゃんと返そうよってことを言ってるんだけど、まあ、結局俺が言ったよね。ある程度ね。それプラスで言ったのって、俺の印象をよく感じたいから言ったのか、なんで被せてきたのかなっていうのを5番さんの意図を聞きたいのと、僕に関しては情報少ないなかったと思うけど、3まだ猶予あるなって言ってた部分に関しては、3、6だった場合は、まあそう言うしかないよねっていう感じもあるから、どっちの両面性もあるなって思ってる。で、8については、そうだな、6の点差なかった、4と5の話だと思うけど、ちょっと忘れちゃったんだけど、あんまよく、ちょっとね、いいやりがなかったんだよな。なんか気になったことあったけど、ただね、この状況下であんまり勝ちっていうのが見えてこないのはあるかなっていうのを、ちょっと心理が正直高いなと思ってる。あと1の6の叩きはちょっと、こんなな。5番のプレイヤーが発言します。はい、おかしいところはおかしいって皆さん言うでしょう。でも一回飲み込んで何で言われてるか考えた方がいいと思ってるって言ってるの。4番さんは質問されたことを答えれば OK って思ってるのかもしれないけど、私はこいつおかしいだろうって言われた時にやっぱりカチンとは来るけど、一回なんで言われたか考えてって言ってるんですよね。でも3と4比べた時は4の方が印象がいいって言ったの。わかります？1番さんが気になったんですか？私1番さんが一番白いなって思ったんだけど。で、3番に関しては2周目で結局4、5、6、8に関してどこにもなんか順位をつけなかったから、本当に占い師かとは思ってるけど、9番が5と6を一色単にしたことは私からしたらすごく気に入らなかったけどね。わかりますか？ 7 番さんと8番さんに関してはなんか4と5だったらうんたらかんたらって話してたけど、この6番って私とお話がしたいですねって言って、よくわかんないことを言ってて、それでなんで9番って5と6一緒にしたのかなってめっちゃ腹立つなって思って聞いてましたけど。私6番さんから釣りたいなって思ってますけど。そんな感じで一生懸命頑張ります。6番さんどうぞ。6番のプレイヤーが発言します。まあ、1番、5番が言ってることで進行論だからね、飲み込むって話。それ進行論って言うから。4番のその、質問ないかけるも進行論。なんら間違ってないから。まあ、この試合負けそうだなとは思ってるよ。まあ、9番がどっちを釣るか。
そうすればいいんでしょうね。基本5番行こうかなと思ってるよ。5番に押されたから。一緒くた。二人とも3番の芯を切ってる。3番の芯もあると思うけど。俺3番芯だったらまあ負けるとは思うけど。これで4校の侵害とかを釣らないともう負けでしょ。と思ってる。普通に急な芯だったらいいけど。どっちだろうね。94、95、98ってあるけど、4番死んだ、3番死んだったら、5番でいいじゃないかなと思うけど、把握漏れしてるし、なんで俺が5番と話をしなきゃいけないのっていう。あなたは話し合いたい人なんだなっていう、その進行論から、と思っただけだよ。俺が5番と話し合うなんて言ってないよって思ったから、まあいいんじゃない ?5 番で。多分聞いてないから、なんで俺が5番と話し合うと言ったんだろうか。5番が人と話し合いたい人なんだなーっていう進行論聞いて思ったってだけだね。5番でいいんじゃない?聞いてないんだから話を。わからん。まあ3番がどこ釣りたいかも言ってくれない。9番がどこ釣るかによって変わるけど、4号、基本、7番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。気になったのは6番さんぐらいかな。9番が芯だったらいいなって言ってるけど、占い審議今日すべきじゃない。すべきじゃない。3番が芯の時ってめっちゃきついやん。めっちゃきついやん。出方も悪いし、3番の後に4番が言った、潜伏してそれはあんまりでしょって。いや、その通りだよね。だから、占い審議は今日1000でいいと思ってて、なんか、6番が違和感。視点狭くない?なんか。言ってたよ。殴り返しはやめようねって、なんか4番か5番かどっちかが。様子を述べてって、5番も言ってたよ。一色単位にされるのがどんたらこうたらっつって。だから9番に違和感があるって。5視点で1番がなんか村っぽかったとか言って。で、6番がそんな5番殴り行ったらめっちゃ違和感しかないねんけど。で、3番に言うけどあんた別にグレー狭くないから。1番にしろ結果でしょあんたが思ってんの。2番7番から約出てるから別に、グレー広くないよ。広くない。十分狭まっとうけん。なんか対抗強靭で見るとかやったけど、9番教授の時多分8番、過去番でも8番って逃げ切りいっちゃうから、放置でいいと思ってるから、なんか、9の強制さとかやめた方がいいかなと思ってます。はい。8番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。まあ、9番に関しては2周目を聞きたいなっていう感じですね。はい、今、9、3の精査で言うんであれば、2周目の3番の4、5、6、8、まあまあまあ、9番が巨人でしょうみたいな、あの置き方は分からんかった。だから3球で比べた場合、9番は2周目やが、2周目の3番に関しては違和感があったから、3の方が偽かなって、俺は今のところ思っている。1番の発言の中で、9番に対する精査で気になったところが、いや、9番が、これ、平安村かな。その発言をするんであれば、1番目線って9番、2番、狼やからこそ、1番が出てこうへんかったときに9番がポロッと言ったことじゃないかな、ぐらいの、視点の伸ばし方ができるんじゃないかなと思ってるから、1番が9番に何を言いたいんやろうって思いました。で、3番に関してはさっき言った通り、4番に関しては5番への問いかけがよくわからん。それに対して5番に問いかけるような発言やったか、それ進行論の中で言ったから言わなあかんな、みたいなところが出てたなって思いました。あと4番の発言の中から9番、3番で比べたときに、9番の方が真、2周目の3番に関しては偽っぽい。嫌なにもかかわらず、5、6、ここのグレーから行くってなったときに、5、6、8って言ってたか。まあまあ、その中で8番が結構気になるところがあったような、それ忘れました。でも9番が真に見えているこの状況みたいな。でも8番がめちゃめちゃ気になるんやったら9番の狼も追わなきゃならないんじゃないの ?4 番視点で。って思ったところから4番の違和感。5番に関しては、なんやろうね、そこで6番1本になるかな。俺6番そこまでおかしくないと思うけどね。6番の発言の中から5番が6番に行こうって言ってるから、いや、6番視点と5番視点って言ってること違うから、なんか、これで5番が村やったらきついな、だから5番を行きたいなぐらいの感じでしょ。あんまり6番が狼に見えてないです。9番のプレイヤーが発言します。はい、5番釣りでいいかなと思っていますね。
まあ、7番さん6に行きたいようですが、6番さんって狼っぽくなくて、どっちかというと自分自主点は強人っぽいかなと思っていていて、で、対抗については狼で置いています。理由を述べますね。3番が仮に強人だった場合って、3目線1、2に狼がいる可能性がありますよね。俺が占い出てることから、1番、2番、2番から騎士が出たことで、1番が狼で占い師をしないっていう利点がないと思ったので、3番強人で1にしろっていうのが打たないかなと思った。その点から3番狼で追っています。はい。なので、強人1ってなったらヒット1、6番さんかなと思いましたね。まあ、6番落としてもいいけど、黒落とすのは5番ぐらいかなと。5番さんって、1番さんを白く見たんですよね。っていうのは、4番さんと視点が違うのに、4番さんは怪しい位置に上げないんだっていうのが違和感。はい。の6叩きだけ。5と6で天秤に帰った時って、狼っぽい行動しての5番さんかなと思いましたね。で、4番さんに関しては3番さんへの言及が、マットだったかなと。ただ、ちょっと隠れてるかなって感じかな。4番さんに関しては占い地でもいいかなと思っているか。まあ、現状一応クロスを飛ばすつもりではいますね。はい。3、1、ローローっていうのは否定できないので。ぐらいかな。あと何も言うことないんですが。まあ、釣り位置もし誘導があるならば2番さんで決めてほしいが、現時点で僕は5番さんに行きたいですね。ぐらいですね。7番さんに従う、従わなくて申し訳ないけど、ところです。で、5番のイラが村に明日落ちた時に僕が生きていれば、それで議論が発展するかなと思っているので、どうでしょうか、8番さん。8番さんからは興味を感じていないことから、同時演だと僕は思っているので、ぐらいですね。以上。1番のプレイヤーが発言します。はい、3番さん潜伏占いで出てきたときに4番さんがっかりだなって、あの発言ちょっと私もらっぽいなと思ったんですね。仮に3番さんがローでやってたとするじゃないですか。じゃあもうほぼほぼ3番さん釣られる勢いで出てきてますよねと思ったんですよね。じゃあ3番さんが死んで9番さんが、まあ、強か狼か分かんないですけどやってるとしてですよ。じゃあきついなって思ってた7番さんとまあまあ、うん、あ感じは一緒やったっすね。あ、3番さんあの感じで真の占いはマジないなと思って、うん、っていうところかな。あとまあ5、6星差なんですけど、仮に、まあまあ、それでもやっぱり5番さんと6番さんを発言精査する感じで、黒要素って、ごめんなさい、私どちらも取れなかったんですよね。だから6番さんがその5番さんに対してあれは進行論だって言っておっしゃってましたけど、まあまあ、そこはまあ考え方の違いなんで、そこを5、6番さんの黒要素は取らない。難しいっすよね。で、7番さんと9番さんで黒要素の取れてる方が違うんですけど。難しいっすけどね。まあ、やっぱり6番さんに行っちゃうかもしれませんね。2番のプレイヤーが発言します。どうも。まあ、言うこと聞こうか。あのね、僕は6番さん釣りたいと思ってる。で、占いは ?3 番と誰が出るかちょっとわかんないっすね。で、7番が例のね、かしこまり。全プレイヤーの発言が終了しました。これから。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、あなたは6番。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。2番、3番のプレイヤーが発言します。
イヤーが減します。ん？レさんは白か、六白か。あー、で、五白なの？俺は八揺らって八白。ね、9番さん、みんな発生させるんでしょ？ 9 番さんおかしなこと言うんだよ。1番さんが、これはローは浸れるから、で、その後、クロスで、占うって。あれ、9番さんって9番さんのことをロー否定したに、なんで？で、しかもクロスするってなんでクロスするの？ね、やってることめちゃくちゃですか？まず発言してめちゃくちゃ。そういうのと取れる人たちがいるな、周りに。はい、確実なのを覚えてない人は耳かっぽじってないってことなんで、よく聞いてください感じかな。僕は旧教人の、ね、7番さんに言われたけど、旧教人の、ね、二郎潜伏なんで、一周目の発言で僕がああいう出方しようかなっていうのはトップバッターで占い師で1日出ている状態で出た方がいいのか悩んでるかをわからない人でしょ。で、グレーそんなに広くないって言ったって、俺目線4、5、6、8って、グレーなの、4人っていうのは広くですか？あ、まあ、つかかってもしゃあないぞ。とりあえず8っていうのは、白だ白角が作れるっていう状態、8を占いました。キューバって、何？否定をしながらクロスするって言って、しないない、今度は5占い。やってることはめちゃくちゃね。4番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうですね、51の中に、相方がいるっていうのは分かってたんっていうのでね、ただね、3番さん、俺も9の違和感って今から言うんだけど、3番さんが落とした9の強靭要素って4、5、6、8って言ってるけど、別に1週目って1日目って8を釣り打ちじゃないわけでしょ。だサンバさん占い能力持ってるわけでしょ。ってことは4、5、6の中に二郎いるって考えてるんであれば、こんな狭いの？その道占いで8クロって、あ、8を占うことができるの。だから7もそうだけど、3番さん、どういうことって言ってるんだけど。ただ9の、これね、これ、5番さんから聞こうかな。9ってさ、5クロって言ってなかった？と思ってるんだけど。6クロって言ってた。そこでちょっとこれ変わってきちゃうけど、なおかつクロスしない点っていうのは気になってるかな。圧倒的に俺、サンガローだった時って1ローだなって思ってたからね。1の発言途中ちょっと聞けなかったけど、俺は、なんか1がね、なんか強靭を探してるような感じで、でも仕方ねえから6行くかっていう感じで言ったような気がしたんだけど。だから9の占い値は気になってる。3番さんは1周目と2周目の発言で、新要素って、ちょっと、あれなん、下がってる状態なんだから、頑張ってほしいなと思ったけど、今回の精査的な感じは俺は悪く感じなかったから、キュートの精査しっかりできるかなと思って。ああ、ちょっと、グレーは触れられなかった。5番のプレイヤーが発言します。はい、ゴリゴリに9番に釣りをされました5番ですけど、投票見たら分かるくないって4番さんに対して思ってます。6番さんに入れた理由もう一個さ言いますね。2週目にこの人、4番と5番は3の芯切ってるんでしょって言ってるけど、5番って少なからず9番が5と6を一色単にまとめたことが気に食わないって言ってる人間なんだから、3と9だったらどっちが芯も2線も言ってないんだけどって思ったから6番入れました。したら白でしたって感じ。4番はじゃあ何、いちいち私に質問してきて何なの、話聞いてないの。9番ってゴリゴリに5を釣りをして、9番って5番にまで投票してるけど、で9番5番占って白だったんだって。それ以上何か言うことありますかって感じ。3と9の精査をしろって言われても、3番さんってじゃあ結局今日において、じゃあどこが人狼だと思ってんのって言ったかなって思ってるんだけど。8の隠し色作りました。で、4と5何なのってなりませんって感じ。まあ4が一番おかしいかなかなって今思ってますね。1番さんは白いと思ってますよ。普通に。1、3だと思ってるってことなのかな ?4 番って。どうなの？そうなった場合3、4なのかな ?4 番は話を聞いてないと思ってる。質問する前に自分で話聞いとけ。7番のプレイヤーが発言します。はい。はい。多分、ごめんやけど、5番の狼はもう諦めて、
なんでって、3番さんは思考更新がないんよね。いや、いいよ。3番視点で、9番が強靭じゃねえか。って思う要素があって、その強靭、太鼓の9番、強靭で置く思考はまあまあ、100歩譲って、やったらあなた視点って4号狼なんよね、もう。3番って1番さんに白結果持ってるでしょ ?2 日目の占い結果8番さん白結果でしょ9番強靭でずっと見続けるんやったら4号の狼だよね。6番さん白やったから。視点更新がない3番の精査をどうやってするかって無理やから。次行かしてよ。3番新切りするから。はい。8番のプレイヤーが発言します。まあ、それは7番ってるのが真っ当かなとは思うが、もう一回9番の話を聞いた上で再精査をしたいなという感じですね。まあ、3番の話の中で、まあ、グレーにいる9番が強靭っていうんであれば、6番白結果やったら4号狼になりますよねっていう結論に関しては、そらそうやって思いました。どうなんやろうね。4番に関しては、2週目の3番の、2日目の3番の話を聞いて、これやったら3番、9番の精査ができるなって、どこの3番の発言を取って、4番はそう思ったんですか？はい。だから3番4番の癒着も見えるし、逆に4番9番のつながりも見える。だから4番起点になるんじゃないかなぐらいで思ってますね。まあでも1番にもね、そこまでね、いい要素が取れてないんですよね。1番視点で5番6番の精査で、でも6に行っちゃいそうって、どの要素を拾って6番に行ったんですか？5番6番どうしても狼っぽくない。別におかしい要素も拾えてないって1番は言ってるから、そこの1番の発言の中から、なんで6番っていう思考に至ったんですかね。それが一番気になるところですよ。だから9番は、俺は1番を占ってほしかったなっていう感じ。それか9番が5番に白を打ち、9番、5番か。いやー、でも2日目の4番もおかしいし、2週目の1番もおかしいと思ってるからね。わかりません。とりあえずもう一回9番の話を聞くんですが、7番さん、これどっち、占い精査でいくんですか？占い精査ですか？グレーですか？グレーやったら僕4番行くし、占いやったらもう一回9番の話を聞いた上で3級のセット。はい。9番のプレイヤーが発言します。そもそもね、昨日5番つっとくべき、白だっけのね、5番を仮にね、俺がなんでクロスしなかったかっていうと、俺の疑い値も圧倒的に5番だったから。はい。で、5、6で、まあ、2番さんが6番に行くって言っちゃったから胸が流れてるけど、5番が落ちた場合っていうのはクロスでよかったよ。俺視点ね。ただ5番っていうのが釣れなかったから5番占いです。素直に怪しい状態があった。5番っていうのは1番さんの白い要素を拾っていたにもかかわらず、4番さんに対して4と視点が全く違ったにもかかわらず、怪しい位置を6番だけに絞ってあげていたこと。釣りやすい位置を釣りに行ってるなっていう無謀だったので、5と6だったら狼っぽいのは5番かなと思った。結果白だったんですいません。ことですね。6番さんに関してはもう無言で切ってるけど、俺ね、ごめんね。これは、ちょっと、心理的なあれなんだけど、6番さん多分、無駄だと思う。はい。普通に考えて、なんか感情が、っていうのも取れたし、なんか、まあ、2番さんも釣り落ちちゃったから、泣いちゃったのかなって思ってるので、ヒロちゃんは、本当にすまない。まあ、俺は5番してしたからね。で、1番っていうのが昨日、4、5、6に対する精査の雑さっていうか、なんか、白いって、4、5、6に対する印象の取り方っていうのが、狼っぽくなかったんだけど、普通に占われた位置に入ってきてるなって思ったんだね。俺視点。だからまず一番もう占い位置には上がらなかった。あと今日の、ちょっと時間が足りなくて言えないけど、4番さんはバカ黒い。はい。4、3、ロー、ローだと思いますけどね。僕は3、1じゃなくて4、3だと思っています。なので今日4詰めれますけど、村が飲めないのであれば3番行きたいと思ってます。自分が。1番のプレイヤーが発言します。まず8番さんに申し上げますね。5番さんと6番さんで、黒要素は見つけられへんかったけど、5番さんと6番さんの発言の単体精査でいくのであれば、5番さんの方が白かったから6番さんに行ったっていうところです。はい。っていうところですよね。うん。で、まあ、4番さん、7番さん、7番さんが言ってましたよね。3番さん目線4号ローローが確定やって、まあ、それ真っ当なんですよ。真っ当なんですが、まあ、で、逆に2週目に出てきたあの占い潜伏が狼でやってるのであれば、あれほんまに釣られて狼陣営もう負けですよね。あんな出方するのであれば狼がって思うんですよね。
じゃあ3番さんが、まあそれ言いましたけどね、3番さんが仮に真の占い師だったとしたらって。うん。で、9番さんが今日かろうか分かんないですけどね。うん。まあ4番さんと5番さんを単体精査するのでは4番さんの方が黒いです。間違いなく黒いです。9番さん、まあ私4番さんは詰めれますが、それは多分民意ではないと思います。これ多分3級精査になってくるかと思います。発言精査とで行くのであればですよ、このゲーム。発言精査のゲームなんで、圧倒的に9番さんが真です。発言精査で行くのであれば。ただ、盤面で行くのであればフラットじゃないかなと思うんですよね、私。3行きます。普通に急なシーンだったらいいんだけどね。これ映らないっていう点ではプラス評価だけど、普通に急なシーンだったらいいんだけど。7人が役持ちだぜ。ああ、普通に3、4で終わるのか。だったらいいけど。投票が終了しました。普通に3、4で終わるならいいけど。追放されるプレイヤーは3番、3番を遺言を発表してください。こんな2位なら。追放しました。何発言でだよ。普通に3、4とかだったらいいけど。1番大丈夫か。発言ったら9がおか発言してるだから俺は3人もあっただあったんだって言って警告してんのに7人が多分こんな役文字だから多分3番さんだろうなと思ってよ。それは7、1枚で出てる9が今日の世界9は俺通さないとかプラス評価はあるんだけど、7方は占い師の役文字だね。これ占い師の発言をちゃんと聞けよ。9なんて言うんだよ。俺三振な気がしてるから言ってんのに言うこと聞かねえ奴らはもう1は否定されてね、否定しますって最初に言うと、3が1、白を打ってることにクロスをしますって言いながら、5を打ってるんだよ。めちゃくちゃでしょ？じゃあ村に、今日は本当の占い師で、無理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 、3番。白白に2、7だね、役文字が。ですか。こんな奴らだね。狼探す気ない人たちだね。俺が例ので6なんて押すわけねえだろ。4番か5番しかねえだろ、狼押すなら。狼探すなら。あることをすると。っていう視点は9はいいんだけど、俺たち番なんか占いたいよ。どちらかって言ったら占いたいよ。だけども、仮のために8を占えんだよ、こっちは。普通に3、4だったらいいんだけど。発言せいざ。発言めちゃくちゃなんだよ、9ってことは1周目から。2周目もそうだし。で、占い行動。さっきの。これを通ったってさろうが。なんでそれがわかんねえよ。さっきのだっけ？さっきはね、勝ったよ、巨人。意味わかんねえ。うん。強人勝ったよ。だから言っただろ、トップバッター占いしてどうしようかな、悩むんだよ。あのさ、7と2が役持ちだよ。人狼に気をつけてください。6つる役持ちってまず終わってるから。6ってのはもうメタ上村なんだよ、実は。ただ、9番が6を押したのなんでだろうって不思議な一点なんだよな。ライン切るため、これ。絶対的芯取っててわざわざ5番をライン切る意味あんだろうかな。まあ、2、3、4で終わればいいけど、3番があんなに熱弁振るんだろうか。発言だけ聞くと9番の芯に聞こえるんだが。2、7が役持ちだで。もう嫌な予感しかしないんだけど、俺。昨夜は普通に3、4だったらいいんだけど。普通に3、4だったらいいんだけど。まあ、8、5周するけど、まあ、自業自得でいいんじゃない？はい、お願いします。4黒ね。まあ、4番の発言の中か、まあ、4番が9番に行ってるし、9番が4番占いね。裏が決めるんだったらいいんじゃない？うん。まあ、4番は黒かったよ。4番めちゃめちゃに黒かった。待ってや。まあ、さっきの巨人の試合は勝ったよ。うん。最後に。5人番目ね。これは、要するにもう9号か、9号か3、4なんじゃない？ 4 行こうか。9号か3、4なんじゃない？多分。4行くしかねえな。さやな、3級の精査で9番芯3番に競っておって、さやな、6番が強靭で落ちてる場合、9番、5番、狼。9号もしくは3、4ってことやんね。さやね。ロラすればいいはずだ。8は強靭。それなら3、4かな。いや、1か5に強靭だから。
いるとしたら。そうやね。4位行くって。ただ5番の発言の中でな、やっぱ気になってるのが1日目の2周目なんよね。5番が6番に行ったところ、4番に行きたいと言わないところ、かつ5番の発言の中で4番が3番、9番の精査で、まあまあ3番戦えるんじゃないか。5番の発言の中から9番のことを偽しで追ってたのにもかかわらず、いや9番の5占いはわかるやろって4番に言ったところが5番の臭いところなんよね。それ、9番に疑問って持ってみたらそうなるか ?9 番のプレイヤーが発言します。僕が言うのもなんだけど、黒かったよ、5番さんは、普通に。ただ、仮に9号ロードだった場合の否定をするけど、初日に関して5、6アランテージの時に俺が5番釣り1本してまでは言えないですね。8番さん、さすがに。だったら5、6で濁す。濁して戦うかな。だって5番釣れるからね、位置的に。8番さんがいたから。はい。まあ、疑い値上がってるので、ライン切ったと思われたらそれまでなんですけどね。で、3番、4番、ロードです。1番さんは強靭で、ご主人間違ってます。ですよね。1番さんの昨日の発言も強靭かなと思ったんで。はい。なので、こういうことがあるから、安易にクロスはしない方がいいよっていうことを言いたい。村には。怪しい位置をしっかり占った方が、盤面詰まるかなっていうのは、自分でも思ったかな。今回に関して。4番の黒い要素っていうのは、昨日の発言がもう全部出てるかなと思ってるが、4番って3番に違和感があるのにかかわらず、9番に対してしか疑いの目を向けなかった。で、4視点っていうのを黒い字を明確に言えてなかったよね、昨日の盤面。4番が3番、9番に疑いの目を向けるんであれば、あの盤面で5黒しか見えなかったからね、4視点っていうのは。だからそこまで言えなかったのが、4番の黒要素。あと、なんかいいことあるかな。で、1番さんはご主人、まあ、8番さんの共鳴っていうのは、今の発言からも否定されてると思っていることからあって1番だと思うから、時短でお願いします。なんかめんどくさいんで。安定進行9つって、強靭しようでどっちですか？ご主人様は自分釣りとかめんどくさいんで。はい。今日4番さんつって、村勝ちで普通に終わりましょう。1番のプレイヤーが発言します。3番さん、最後、白くなかったですか？なんか、キレ気味じゃなかったです。あれ、キレ芸でやってるんですかね？なんか、初週から占いなんてできっかよ、みたいな。精査できっかよ。けど、7番さんで言ってた、3番さん目線で、9番さん強靭に起きって4号ローローしか見えないでしょ、3番さん目線的には。まあ、そこで私にブチ切れられてもとは思いましたけど、って感じかな。仮に、だから、9番さん、ローで置いたとしたら、もう、5、9、ロー、ローしかないんですよね。否定されてましたけど、だから、初日から、その、あそこまでラインバツバツに切れんのかって思いますけどね。9番さん、5番さん、一本釣りで、重っけに投票までしてるわけですよね。そこ思いっきり4番さん、把握漏れしてましたけど、そこするかと思って、どうなんでしょう。3番さんもいたら、まあ、いいんですけど、また3番さんのシーンってまだ私追ってたりするんですよ。追った上で発言精査して頑張って考えて3番さんに投票してるんですけどね。まあ、どうなんでしょうね。4球ラン。4番さんの発言も聞きますわ。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。いや、そりゃそうでしょ。聞いてもらわないと思われる。94でいいんだけど、なさないって。これがよく感じてるので、最終的に5番なんだよ。なんかね、何が違和感って、結局最終的に9の発言で明らかになったんだけど、9ってさ、俺は間違ってるよ、確かに。9は6釣りをしてたんじゃなくて、5釣りをしてたのは分かったけど、あ、聞こえなさいですか？あ、9ってさ、結局、5番さん疑って5を投票してた。まあ、これはライン切りは認めるよ、素晴らしいと思うけど、結局5番が白って出てる、なんで5の強靭はないで1の強靭って取ってるのかな。どう考えたって、9が死んだった時に、3、1に見えるはずだと思うんだけど、1がずっと3のシーンもあるよ。
うん、なんなら6だって3の1が、芯があるよって言ってるわけだから、強靭目だって高いと思うんですよ。そこでただただ8の強靭否定をして、昨日の段階で5の強靭を否定して、っていう、そもそもその中、理屈がね、おかしい。8って分かってくれないかな。2日目の3番さんの発言って俺まともだったと思うよ。Q の行動っておかしいと思ったし、人道だったら相方か、囲いに行くのって結構セオリーだと思ってるから、一白出さない Q 番さんの方が2000円ほど高いんだよな。どう考えても。5番のプレイヤーが発言します。はい、4番さんはなんか運転しながらやってるんだったらお気をつけくださいって思ってます。え、4黒いなと思ってるから普通に昨日から入れ続けてますって感じなんですけど、4番さんってずっと3番さん偽だ3番さん偽だって言ってて、じゃあ9の話を聞いた時に9番ってゴリゴリで5番に釣り押ししてたの、それとも6番なのって私に質問する意味って何って話聞けよって思ってるから、4番いきます。投票が終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム終了。人狼陣営の勝利です。